はい、皆さん、こんにちは。緩和ケアは早期から緩和委員長です。前回の動画では、たくさんの温かい声、誠にありがとうございました。今日は、間近に人が亡くなる7つの印ということで、皆さんにお話をお伝えしたいと思います。間近に人が亡くなるような話、縁起悪いじゃないか。なんでそういう話をするんだ。もっと元気になる話、良くなる話をしてほしい。まあ、そういう気持ち。 最もだと思いますただ実はこのコロナ禍においてこの間近に人が亡くなる7つの印というのを知っておくことはとても重要なんですねこれはなぜかということを説明しますと今自宅で亡くなる方が少しずつ増えていますこれはどうしてかというとコロナ禍において病院で面会をすることが難しくなってるんですねそのため例えば終末期とか治らない病気とわかった方ができるだけ家で最後の時間を過ごしたいと そういうふうに思ってお家に帰られる患者さんやご家族が増えています。まあそのためですね、このような家でどういうふうに見たらいいのかという知識というのを持っておくことは、これは必ず役に立つことだと思いますし、そしてまたこのコロナ禍が終わっても、この流れは変わらないと思うんですね。自分自身が住み慣れた場所で最後を迎えたい。このニーズ、要望というのは年々高まってますから、このような情報を知って損になることは、これは一つもないと思います。それで今日の動画はもちろん、 亡くなっていく方を穏やかに見取るという目的で使われるものなので、こういった使い方を想定しているわけではないんですけども、しかし今、入院できない人が非常に増えているわけですね。そのため自宅療養の方とか、あるいは施設療養の方も増えています。それで状態が悪化した時に、今日上げるようなこの7つというのは、非常に全身状態が悪くなっている時の兆候なんですね。 まあそのためこのような兆候があるということ、もちろんこういうふうになる前に対処しなければいけないんですが、このようなものがあるということ、これは非常に命の危険が及んでいるということになりますので、まあそれを知っておくと、またこれは別の使い方で種の使い方として想定しているものではないんですが、元気な人とか、あるいはそういう自宅療養の他のご家族とか、あるいは施設の方にも役立つ知識なのではないかと考えられます。というわけで、とかく人が亡くなる前の姿というのは、 ちょっと縁起が悪く感じる話かもしれませんけれども、これはむしろよりよく生きるために、よりよく最後まで生き切るためにこのような情報を知っていただけたらというふうに思います。今日はそういう思いもあってこの動画を出しますけれども、ぜひ最後までご覧になっていただければと思います。そして、私なんですけれども、ご存知の方はご存知だと思うんですが、もともと2006年に最初の本を出してるんですね。そういう死にまつわる本を出しています。 というのは今から15年前、今は医師の書き手も増えましたけれども、その頃は一般向けに医学医療情報というのを分かりやすく書いている本というのが決して多くはなかったんですね。ただやはり緩和ケア医として活動する中で、人が亡くなっていくところの真実の姿というのを知ることはきっと皆さんの役に立つと思って、自身初の出版につなげていったわけなんですが、まあ、というわけで15年ぐらい、一般の皆さんに医学医療に関して情報をお伝えするということを仕事としています。 まあ、そして2010年頃からですね、アメーバブログ、アメブログをしていてですね、まあ、そこに人が亡くなっていく時の様子の移り変わりを汚し心という形で公表させていただきました。実はこれも10年以上にわたって、まあ、ここを見て人が亡くなっていく姿とか時間とかそういうことに関してよりよく分かった。 十分準備できたと、そういう声をいただいています。先日、まあそういった見取りに関する動画を上げたところ、何人かご家族を見取られた方がいらっしゃるんですが、あの動画を見て安心して落ち着いて最後まで家族を見取ることができました。というありがたいお話を複数いただいております。人が亡くなっていくこの7つの印というのを、まあ主として見取りに臨むご家族の皆さんにお伝えすることで、安心してご家族を見守り、そして見取れるように、 まあそういう思いでこの動画を上げさせていただきたいと思います。ぜひ最後までご覧になっていただけたらと思います。このチャンネルでは医学医療健康情報をお伝えしています。今期をもとに皆さんにお伝えすることを特徴としておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。まあ、どういった変化があるのかということを7つ、そしてまたもう1つプラス1ということで8つ紹介していきたいと思うんですけども、1つ目は呼吸が早くなるということですね。で、これ呼吸が早くなるのはどうしてなのかということなんですが、 肺でガス交換するわけですね。皆さんもご存知のように酸素を取り入れて二酸化炭素を出します。しかし、例えば新型コロナでは ARDS、急性呼吸吸白症候群なので肺が障害されて換気できるような部分というのがすごく減りますよね。これは決してコロナばかりではなくて、例えば肺がんが進行すれば肺の障害されている部位が増えてですね、 まあ健康じゃない部位が増えてしまうわけですね。そうすると、一回吸った時に、それに見合うガス交換というのができないわけですね。まあ、そうすると、人間の体というのはうまくできています。まあ、できるだけ回数を増やすことによって、この呼吸状態をなんとか維持しようとするわけなんですね。そのため、しばしばあるのは、指で測るサチュレーション、血中の酸素濃度ですね。それがそれほど落ちていなくても、呼吸回数としては増えているというケースがあるんですね。呼吸回数は大体いい正常では12から14回程度なんですけども、 例えば20回以上、そのように呼吸回数を増やすことによってガス交換を保ったりということ。これが終末期においてもしばしば認められるんですね。簡単なくですね、こういった呼吸回数が早い感じ。<笑>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 こういう状態のがどん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 続いている状態というのは、これは100%ではないんですけども、死期が迫っている方でそのような呼吸回数が増えているような場合、これは死が近づいている印として考えていいと思います。 あそしてまたですねよーく見るとこの胸が動いてなくてですねどちらかというとこう肩とか胸の上の方が動いたりするんですねこれも横隔膜だけではなくてもっと他の呼吸に携わるような筋肉というのをたくさん動かしてそれでなんとかガス交換をしようとする表れですので呼吸補助筋っていうんですけどもね 単に横隔膜だけお腹の上下だけじゃなくてもっと胸とかその上ですねさまざまなところが動いて呼吸をなんとか維持しようとしている時、まあ、こういった時は一般的に状態が良くない時ですので終末期が迫っている患者さんでそういった呼吸回数が増えているというのが認められるような時死が近づいているというふうに判断する一つの材料になると考えますでよく心配される方いるんですけどこの呼吸回数早いのですごい苦しそうというふうにおっしゃる方いるんですけども当然だと思うんですけどもね。 ただその時重要なのは意識です。意識が低下して、例えば呼びかけに答えなければですね、もう目をつぶってらっしゃって、眉間にもこうシワが寄ってなくてですね、それでハッハッハッと、まあ意識がないような形だと、まあそれほど苦痛はないというふうに考えられます。一方でこう眉間にシワが寄ってですね、で体も結構動かしたりしてハッハッと言っているような場合、まあこれだとやはり十分意識というのが低下しきってなくて、もしかしたら苦しさを感じている可能性もあると思いますので、そういう時はよく医師と相談して、 人生といううとうとと眠れるような処置をしてもらうといいと考えます。で、二つ目なんですけども、二つ目は脈が触れなくなるという変化がありますよね。で、脈、皆さん触り方わかりますかねこうやってあってですね、ここですね、親指の根元ですね、これ頭骨動脈ってうんですけど、ここをこうやって親指じゃなくてですね、こう人差し指とか中指などで、こういう形で触れるとピクピクしてるのがわかると思います。 興味がある方はぜひやってみていただければと思うんですがこれで脈を測ることができるんですねでこれは式がだんだん迫ってくると血圧というのがすごく下がります私90とか低血圧なんで心配ですみたいな方いらっしゃるんですがそういうのよりさらに下がるんですね 50代とか上の血圧がですね、かなり下がってきます。そうするとですね、ここ、親指の根元のこの脈というものを通常は触れるわけなんですが、式が迫ってくるとこういったものがだんだん触れなくなってくるんですね。で、もちろん、家庭の血圧計などを使えば、 血圧というのもわかると思いますが、本当に低くなるとそういったので測れないときもあるんですね。エラーになってしまうような場合があります。で、そういう場合にこの脈ですね。親指の根元でもいいですし、あと知識がある方では、この肘のところでもいいんですけどもね、肘の内側でも触れたりすることありますけど、まあ、こういうものが触れなくなってしまっているようなとき、それは非常に血圧が下がっていることが考えられますので、まあ、人は亡くなる前、血圧が下がる。で、そういうときになると、頭骨動脈の脈拍が触れなくなったりということがありますので、 脈が全く触れないというような変化が出るようだと、これは指季が迫っているということが考えられます。はい。で、三つ目なんですけども、三つ目にチアノーゼというのがあるんですね。で、チアノーゼというのは、この指ですね、手の指の場合もあれば、手の指や足の指先がですね、これが変色してくるんですね。これは抹消の循環障害があるため起こるわけですね。 酸素が豊富に含まれる血液を末梢まで届けることができなくなっているので、このような症状になります。それでちょっと紫色になったり、先端が紫色になったりするような変化が出てくるんですね。これもなくなる前になると出てきます。それなので指先とかですね。足先とか見ていただいて。 紫色になったりとか青紫色ですねちょっと色が変化するような形だとこれもまた式が迫ってる一つの証しということになりますよね4つ目なんですけども意識が低下するというのがあるんですね例えばがんの患者さんは亡くなる24時間前ぐらいまでは身の置きどころのない辛さというのが比較的出るんですねこれは一度ご覧になった方は忘れないと思うんですけども眉間にしわを寄せてこう体を動かしたりしてですね まあ、辛いのって聞くと頷いて、もう痛いのって聞くと頷いて、医師の疎通が実はうまくできなくなってるんですね。まあ、そのため何を聞いてもうーんと頷いたりとか、様々な症状をとります。布団が重いので、布団をちょっとどけてほしいとおっしゃったりとかですね。まあ、様々な症状の出方をとるんですが、まあ、いたたまれないような、 まあ身の置きどこがないような辛さというのが、これが割と24時間ぐらいまで出る可能性があるんですね。まあ、しかし、そこを超えると大体穏やかになるのが普通です。ようやく穏やかになりました。ありがとうございました。というふうに言われることが多いんですが、ただこれは全身状態が非常に悪化しているので、それが故に意識が自然に低下してですね、それで苦しくない状態に入っているというような考えがあるんですね。まあ、そのためにむしろ 全く呼びかけでも返答がないぐらい、むしろお顔としては穏やかという状況だと、まあ、特に菅の場合でそういった状況に陥ったときは、 これは余命が非常に短い。24時間以内に入ったという可能性があるんですね。これ最後の山と私は言ってますけれども、24時間から48時間ぐらいが一番辛いんですが、そこを超えると、ある意味、まあ、よくできてるんでしょうかね、人間の体も。まあ、最後になると穏やかになることが多いんですね。まあそれでご家族としては、あようやく楽になったようです。よかったです。このまま良くなってきますかねっていうふうにご質問を受けたりすることがあるんですが、ただやはり、終末期でむしろ意識がそうやって低下している時というのは、 余命がが短くななってるる可能性があるわけなんですねただ、ある意味、そのおかげで、非常に苦しくて、例えば、のたうち回って亡くなるということにはならないので、それはいいことでもあるんですけども、ただ、そういうわけで、ご家族としては、むしろそういう状況だと、式が迫っているというふうに、これ、捉えなければいけません。むしろ最後の山のあたりの方が、ちょっと苦しそうということがあるんですね。それを超えると、呼びかけても起きなかったりですね。眉間からの視野も消えて、お顔が穏やかになっているようなケースも多いです。ただ、こういう時も、耳は聞こえてると言われてますから、どんどんお声はかけてあげてください。ただもう 大声でですねやるというよりはまあ耳元でですね しっかり語りかけるように、穏やかに語りかけるようにして、お伝えしたいことを声をかけてあげたらいいと思います。で、もちろんその時に返答がなかったとしても、まあきっと届いてると思いますので、まあそれはしっかり伝えていただくといいと思いますね。女の子がある絵本をお母さんに読んであげたことがあるんですね。それは子供に愛してるよと親は子供に何遍も何遍も語りかけるんですが、その親が亡くなりそうな時にその子供がですね、お見舞いに行ってあげて、その死のとこでありがとうというふうに伝えるという、そういう物語なんですが、 それを女の子が一生懸命聞かせてあげて、症状が穏やかになったというような、そういう事例もある雑誌にですね、載ってたっていうことがあるぐらいですよね。で実際私が見ていても、そうやって語りかけることで、よりお顔が穏やかになったり、そういう風に見える場合もあります。まあ、そのためしっかりとですね、こういう時に感謝とか、そういうのを伝えてあげればいいと思います。もちろんね、そういう風になる前に伝えられれば一番だとは思いますけどもね。 はい。で、5番目なんですけども、尿が出なくなるというのがあるんですね。腎臓の機能が低下してくる。腎機能低下。あるいは腎不全という場合で、そういうふうになることもありますし、あるいは亡くなる場合になると、血圧がすごく低下すること。これは先ほどもお伝えしました。そのために尿が出なくなります。尿が全く出なくなると、大体24時間以内で亡くなったりすることが、まあ、多いですよね。ガンの終末期の場合はですね。で、ただこれは、 結果としてこうなってるということですね。尿が出ないからなくなってしまうというよりは、体が非常に弱ってしまって尿が出なくなってしまっている。まあ、それは最後の一つの兆候として尿が出ないということなので、これはしっかり捉える必要があると思います。ただそういうわけで、例えば管を入れてる場合ですね、尿管カテーテルなどを入れてる場合というのは、まあ、そこから尿の流出がなくなったりですね、あるいはおむつなどになっていたりして、まあ、尿が出ていないということが確認できるようになります。週末期においてこういった尿が非常に少なくなる。ゼロとか、あるいは1日100以内、 まあそのような状況になるような時っていうのはまあ、余命が差し迫ってきていると捉えるべきだと考えられますはいで6番目なんですが自然全メイターのがあるんですねこれは起動分泌更新という名前で呼ばれたりすることもありますけれどもこれはだんだんですね航空内とかあるいは軌道の分泌物を外に出す力がなくなってくるんですねそのため例えば <noise> という,ふうに、まあ、常にですね呼吸とともにそういった気道分泌物が行ったり来たりするようなあるいは呼吸がそれを通るときに付随してその音を立ったりするようなそういう姿というのがこれも余命が差し迫ると認められますただこれもですね見てる側か,からするとすごい辛そうに見えるんですねなんか窒息するんじゃないかとかあるいはゴロ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 言ってるから相当苦しいんじゃないかっていうふうに思いがちなんですが必ずしもそうとばかりは言えませんというのは意識が低下しているとそういった苦痛から解放されていることも多いんですね、まあ、この時にですね。 一生懸命なんとか。 この分泌物を取り除いてあげようと、吸引を一生懸命やりたいというふうに希望されるご家族もいらっしゃるんですが、ただむしろ意識が低下しているときは、苦痛から解放されている可能性があるので、まあ逆に何べんも吸引すると、それで意識が戻ってきてしまって、苦痛になったりとか、あるいは軌道を傷つけて出血したりするようなことにつながるので、ゴロゴロというのがご本人が意識が低下しているかどうかというところで判断して、意識が低下しているんだったら無理に引かない方がいいというふうに考えられますね。こういった軌道分泌の更新。 自然全明というものが症状としてあります。はい。で、七つ目なんですが、心音っというのがあるんですね。声漏れとも言うんですが、それで先ほどもお伝えしたように、だんだん呼吸が早くなってくるということを言いましたよね。そして、さらにですね、嫁が差し迫ってくると、強い呼吸に従って一緒に発生がされたりすることがあるんですね。それが、例えば、はぁ、あ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 、というような声で、 付随して声が出ることがありますで、これもですね、まあ想像していただければと思うんですが、聞いてる側からするとすごく苦しそうに聞こえるんですね。はあ、はあ、はあっていう形でですね。強い息を吐く時ときと、付随して出るもの、呼吸に付随して出るのが特徴になります。見てる側からすると非常に辛そうに思えるんですけども、意識が低下していればご本人に苦痛はないと言われています。まあそのためこのように呼吸に付随するような、はあ、 はあというものに関しては基本的には様子見でいいと思われますね。ただこれ、当然あまり苦しくないということを知ってないと聞いてる側からすると本当に苦しそうに見えますので、十分よく医療者と相談していただいてですね。まあ、心理じゃない場合もありますので、本当に苦しくて声を上げているような場合だったらこれはしっかり対処しなければいけません。決まったパターンで出るような声。これは必ずしも苦痛を表しているものではないということ。これは知っておかれると役に立つと思います。7つ。 プラスワンの八つ目なんですが、これが本当の最後の最後なんですけども、これは事前に医療者から聞いてる場合もあると思うんですが、すごく重要です。これはですね、呼吸がゆっくりになるというのがあるんですね。むしろこれまでお伝えしたように、亡くなる前、数分とか数十分前までは呼吸回数というのはすごく早いんですね。ところがある一点を超えると、今度は逆に呼吸がすごくゆっくりになります。 でこれなんですけども、たまに無呼吸というのがあって、無呼吸というのは例えば15秒とか30秒ぐらい呼吸が止まって、その後またハハハと早い呼吸が続くというような呼吸が止まってその後呼吸回数がはハはハと増えるというような無呼吸とはまた違うんですね。まこれなかなかでも見分けがつかないと思いますので、事前によく医療者とご相談いただけたらと思うんですが、それまではハハハあるいは心音があああ。 とあったものが急にゆっくりになりますそれもですね顎を上げるような呼吸なんですねそのため下学呼吸とか呼ばれることもありますし視線気呼吸と呼ばれることもあるんですがこうですねゆっくりこうこういう感じのゆっくりした呼吸ですねこういうのが出ると数分 あるいは数十分ということがありますただこれが出てから例えば死に目に会いたいと言って見取りの場に見合わせるということ例えば家の外とか遠くにいらっしゃる方あるいは病院外にいらっしゃる方これはしばしば難しいですので呼吸回数が早かったりとか先ほどお伝えしたような七つの印がある段階で本当に最後の最後の死に目に会いたいという方は言合わせるようにした方がいいでしょうねただ前回の動画でもお伝えしましたけども見取りというのは私は一点じゃないと思っています むしろ最後の呼吸が止まるというところに居合わせるというよりも、この亡くなるという一連のプロセスにできるだけ寄り添ってあげること、これがすごく重要だと思いますので、私はむしろその最後は会えなかったからといって、まあ、それを悔やむ必要はないと思ってます。むしろその前の時間に一緒の時間というのが取れれば、これはご本人からするとありがたいことでもありますし、非常に寂しいということにはならないのではないかと思うんですね。まあ、そのため私はもうその一点ということにあまりこだわらず、 むしろその一点に間に合わなかったということはそれは本人の意思なのだとそういうふうに捉えることを皆さんにお伝えしていますただすごいことあるんですねで普通こうやって首が上がるような呼吸になると、まあ、普通はだいたい15分から30分ぐらいなんですけれどもあるケースはですね50代の末期がんの女性だったんですが息子さん一人来られたんですが「まだ向かっている方いるんですか?」っていうふうにお聞きすると「あ次男が今向かってますと」とそれでですね普通これ数分とか数十分なんですが なんとその方はですね、もう着くまでですね、その呼吸で頑張られました。まあ、そして、息子さんがついて、お袋来たよっていう声をかけて、そしてしばらくしてこうスーッと最後の呼吸をして止まっていったんですね。まあですので、まあ、私はやっぱりまあ最後の時間というのには本人の意思というものもあるのかなというふうに感じたりすることがあります。これはもちろん科学ではありませんので、私自身の思いではあります。 ただその時になのでもしかしたら一人で行きたいと思って誰も見ていないところで最後の呼吸を終えられる方もいらっしゃると思いますので間に合わなかったというふうに悔やむ必要これは私はないと思います。で最後の呼吸というのはこれは本当に人それぞれです。もう少し目を開かれたりするようなケースもあればまあ、目を開かないケースもあります。一時は大きく口を開けられてそしてふっと閉じられたりするようなケースもあります。これ最後の呼吸というのは本当に人それぞれですけどもね。 まあ、そしてそのように呼吸が止まってそうするとほどなくして心臓も止まりますのででそのような時には動向の反射が消失して動向も開いているのでこれで死亡確認ということになります以上のようになりますそうですねでこういった知識というのは必ずしも愉快なものではないのかもしれませんけどもしかし今そうですねご家族に見守られながらできるだけお家で過ごしたいという方も増えてきてますしそしてまた在宅しも増えてきてるんですねそしてこれはおそらくコロナ禍が終わっても あるいはコロナ禍が続いてもですね、この状況というのは変わらないと思いますので、ご本人があるいはご家族の皆さんもこういう知識を知っておくとですね、そしてまたそれぞれに関して医療者が手助けできること必ずありますので、まあ、こういった知識をもとにですね、医療者とよくコミュニケーションをとっていただいて、 まあ、一人でも多くの方が悔いが少ない見取りというものを迎えられることを願います。そしてまたこういったことを知っておけばきっと悔いのない見取りにつながると私はそう確信しています、まあ。ぜひですね、よくご相談していい見取りになることを期待します、まあ。そしてまた元気な方はですね、こういったものもあるということを思いながらですね、 とりあえず今はコロナ禍に対してしっかり予防と対策で備えてまいりましょう。これからもこのような役立つ逆医療情報を皆さんにお伝えしていきたいと思いますので顔のところをクリックいただいてチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あとコメントありがとうございます。皆さんからのコメント大変役に立っております。ぜひコメントよろしくお願いいたします。それじゃあ皆さんまた。